人生傷つく時もある。人生泣きたい時もある。本当でした。つまり私が言いたいのは、人生には山と谷があり、それは変わる変わるやってくるということです。山と谷。あなたは今自分が谷にいると思っていらっしゃる。でもね、今あなたがいる谷なんて大したことなかったと思える日がきっとやってきます。この先もっともっと大きな山、つまり喜びも、深い谷、つまり悲しみや怒りも待ってます。大変だ。だから面白いんですよ。全ての人にとって山ばかりの人生も谷ばかりの人生もない。谷はチャンスです。新しいことが生まれるのはいつも谷。谷があるから山を楽しめる。そして人は谷に落ちない工夫をするようになる。でもまたやっぱり谷に落ちる。一番大切なことは谷から抜け出す方法を知っておくことです。教えてください。私どうすれば。忘れられた子供のように、さっきから君の時計は止まったまま、愛する人がいて優しい友達がいて、昨日あんなに眩しかった空、まるで嘘みたいだね。見えないものを見ようとしたって見えるものも見えなくなってしまう。羽のない君が飛ぼうとしたって風も吹きゃしない。今君は失ったものの大きさに戸惑うばかり。昔のように微笑むこともできず、涙することもできず、でもそれはいつか地に舞い上がった砂ぼこりのように不確かな記憶になるだろう。
ないものを見ようとしたって見えるものも見えなくなってしまう。昨日明日にとっかえたら君はもう苦しまずに済むのかい。朝を待つのフライト旅に出るの君らしいやり方でもう一度歩き出して欲しいんだ。優しい言葉をかけるなんて僕には僕にはできないけれど、いつもどこかで君のことを僕は君のことを君のことを僕は前の、ちょっと休んでまた行きます。